あ、死んだ。これは撲滅みたいな感じです。やべ、鳥死んじゃった。グリ鉄砲を手に入れた。ティモタンはグリ鉄砲を手に入れます。これ拾えるのか。虫とか昆虫を探して、高いものを売りさばいて、3万円儲けるというゲームです。3万円。この夏休みの間に3万円も稼がなきゃ。労働ゲーム。あのおもちゃは博物館に置く価値があると思うんだよ。どうだろう。でも1975年頃のグレートグレートは超合金の方が希少でしょう。しかし男の子っていくつになっても男の子よね。変わらないなということよ。そこれはスイッチ。うかな。もう少し大人かな。本当にそうかな。まあまあ、おもちゃの話はこのくらいにしましょう。ねえ、僕、不思議なものを見つけたんだ。これって何だろん？どれどれ。私が鑑定してあげよう。僕は博物館の館長に謎の物体を渡した。化石。おお。館長、どうしましたか？これはあの伝説の一品です。なんと美しい、素晴らしいガラクタでしょなんだよそれ。ねえ、僕、不思議なものを見つけ。素晴らしいガラクタってなん。これはあの伝説の一品です。またかなよ。んと美しい、ひどいガラクタでしょは？う。さすがにひどいガラクタを素晴らしいものとは言えないけど、ぜひ大切にしてくださいね。本当に素晴らしくないけど、おめでとう。なんだこれ、ねえ、煽ってんの僕、か。ちょっと珍しい虫を見つけたみたいなんだけど、見てくれるかな？珍しい虫？どれどれ、見せてごらん。僕は博物館の館長に 虫を渡し煽た。られてんや。おや？館長、どんな虫でしたか？これは間違いなく我が博物館が探し求めていたものです。ラッキー。あのモルフォチョウモドキだと思います。とてもとても貴重な昆虫、ぜひ当館で展示させてください。僕は捕まえた虫を展示してもらうことにした。博物。2000円ももらえるの？おすげえ。じゃあ、他は？ここで。貴重な魚。ねえ君、今日は博物館の展示を見ていく？小学生は入場無料、大サービス中。じゃあ、はい。ではこちらから中にお入りください。どれどれ？化石エリア、魚エリア、鳥エリア。ワクワク。しょぼ。しょぼ。こう、男の子、サトシ君。展示会フロア。一匹しかいねえ。しょぼすぎる。こっち側行って、こう行って山のふもとを目指すか。
ここだな、この道だね。この道が近道でしょ。ちょっと行きまーす。お、カニ。わ、でかかったわね。ミスった。でかい魚いるんか。新発見。とりあえずこっちかな。ザリガニとか取りたいね。ん？待って、あそこに鉱石が見える、見えるぞ。私にはい台で、はいはい、ガラス、ガラス、黒い台、そこ登ってこうと、おった、お、なるほど、仕掛け付きか。で、まずはこっち、こっち、よいしょ、黄色いダイヤでしょ。ではこっちましょう。赤ダイヤ見逃しません。うん、よ、かぶるかぶるよ。っ、おっと、あれ？ここに赤ダイヤあったんです。え？え？おや？ここにあったよ。まあいっか。まあいっか。よし、山登りしようっと。赤ダイヤあったはずなの。よしよし。よし、この辺の蝶々はしょぼい。いや、近いと捕まえれないんだよね。お、みんな見てくれ、これは
洞窟案件だ。おっ、おっ、しょしゃ、新発見。ワクワク。ウモンズス。よし。カメムシ。ハートの形してる。ここない。うわ。おお、めっちゃいっぱいあるじゃん。邪魔するぜ。ガラスし。黒い台。いいでしょう。ここは？ここ？お！ほうほうほう。ここに向かいたいの。どうやって行け？登る？さすがに高すぎ。いや、いけなくはなった。いや、いけるか。ギリ。頼む。いや、無理か。無理だー。こっちから登らず、一回向こう。慌てるな。上の湖みたいなとこ行きたいな。違うか。お？あんなところに何か。黄色ダイヤになる。えい！よっ！おっと。えい！やっ！ダイヤダイヤ。どうやって、まず向こう側行くか。うわっ、やばい、やらかした。ジャンプしてしもた。ギリ、危ね、危ね。絶対ここ這い登ってやる。いける、やもしや。頂上を目指す。マジ。マジか。いけない。ギリダメ。ギリダメ。ちょっと待てよ。ってことは、あっちの岩を使っていくか。よし。よしね。よし、バネ。で、確実にここ行きたい。やばい。横に向かうとスタミナが。よし。よし。いけるいける。いけるぞ。おっしゃ。仮設トイレとか。やっ、やったー。変な、こっち系の蝶々いっぱい捕まえてるから。キアゲ、まだ蜂や。ちげえ、ちげえ。
よっと。うわ、蜂みたいなとこ行った。早っ、あいつ早え。うぜえ。ワクワク。うわ、さっきのなんか蜂みたいなやつ欲しい。どこ行った？もう出てこないか。くっそ、難しいな。うわ、蜂消えたね。完全に強かったな、あれ。強い。このゲームに強いとかあるのか知らんけど。早く、まあ、いっか。仕方がない。またどっかで出会うとある。ん？まあなんか、まあ、外に出ない分、遊べるかなって感じ。いたいたいた、蜂いた。よっと。よいしょ。よいしょ。オッケー。おー、新発見。外に出ない分夏休み満喫できますよ、みたいな。そういう感じのゲーム。どんな問題？話の内容としては結構ダークだけどね。一応ね、この子の両親が、この子の両親がサーカス団なんだけど、サーカスのできる維持費がないんだって。それを見かねたこのボクちゃんが、こういう風に、蝶々やら、なんだろう。おお。化石とか取って、お金を集めてあげるっていう。やばくないっすか？夏休みまでに夏休み宿題をするんじゃなくて、サーカス団を維持するためのお金を探すんだ。だからダイヤとか鉱石とか探してんの。すごくない？小学生が お金貯めてんだよ。だから貴重な、魚とか貴重な、この、虫とかを探して、寄付して、お金を稼ぐみたいな。一応ノルマがあって3万。3万円がないと、ここの維持ができないんだって。それに今ね、困ってる。です。待ってよ、どうやって上がるあれ。よっと。ん？とりあえず、ここかな。ここっぽい。ここから。おっと。いや、これ登れないな。どうやって行きますか？絶対。なんで子供が頑張らなきゃいけないんだ。今ね、母親と父親はお金を稼い、交渉しに出かけてる。Thank you.
あと、そう、僕夏みたいにそう、30日経ったらね、連れ戻されちゃうから、一生懸命ね、行こうと思ってるんだけど、結構鬼畜なんだ。ここにどうしても行きたいんだけど。お？変なおっさんいるな。どこに？あの上に行けないんだけど。ん？待って、あそこ登れそうな石が。あるね。見つけた。ここじゃね？ここっぽい。これ臭いね。よっ！やっ！あと、夜になったらお迎えが来ちゃうから、お迎えが来る前に、こういう風に登らないといけないんだ。サスケだから、サスケ。うわ、待って、ここの一段でかい。でかいっつか高いな。あ、いや、おい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 。やばい。わあ。待って、草の上に登ってるぞ。よっ。ここどうしようか。まだこのレベルじゃ登れないか。頑張れ。ここを登れば、あとはちょんちょんちょんでいけるぞ。いや、いけそうにないな、これ。あー、ダメだ。完全にこの山は諦めた方がいいのか。それともやっぱあっち。このなんか、剥き出してるところを登れれば、最高なんだが。これでも反り返ってんだよな。どうやって、あそこも洞窟じゃないし、あの上どうやって行くね、あの上。それかなんか洞窟かなんかあるの。松野さん、この上のおっさんに話しかけないと。おっさん。おっさん。こっから道が途切れてんだよ。ん？お？ん、んご？ちょっと待って。あそこに洞窟があるぞ。待って、あそこの洞窟から来たか。私。逆に言えば。あの洞窟から来たっぽい。この山は一回ちょっと無視するか。こっち側行くか。じゃあね、こっち側まだ探索してない。えい！貴重な虫ね。どうやったってんだ。おお、なんだ。よし。捕まえた。カミキリムシ。ワクワク。カミキリムシか。雨降り始めた。リカちゃんありがとう。結構深刻なゲーム。どこ行く？工事現場。これじゃない、この蝶って捕まえたことない。わあ、やっぱりなんだこいつ。ガの、この波蝶。
家の友達に。これ山の入り口って書いてある。まさかこっちから行けば山に登れた？ちょっと待って、そういう感じ？チャハルちゃんありがとう。もしかすると。お茶センキュー。ちょっと待って、私が行きたかったとこ行けるんじゃない？あの山上のおっさんのとこ行けるかもしれない。こっち丁寧にこんな風に書かれてる。待って、このでかい、なんだこれ。おい、うわ、おい、取れねえぞ。な、取ったことあるんか。そうだね、僕夏の制作スタッフが作ってるからこんな感じです。山簡単に登れるやないか。矢印まで書かれとるぞ。ふざけんなすん。やばい、連れ戻される。早く行かなきゃ。早くあのおっさんに話す。先ほど丁寧に書かれてた道筋はどこ行った？ここ？やっと。うん。こっちかな。道がわかんねえ。お、待って。あそこだ。見つけたぞ。これか。よっ。この道を登り行けと。えい。くそ。かなり道がすさんでいる。そうだ。よし、行けたぞ。うわー、危ねえ。これ新作、僕の夏休みじゃなくて夏もんってやつやって。ほっ、よっ。やばい、狭い狭いんだが、うん、あっぶね。よし、新発見、新発見。よいしょ。あっ、あっ、危ない危ない危ない。死ぬ。こんな子供が死ぬシーンなんて見せたくない。ワクワク。いけそうだな。やばい、連れ戻される。よっ、まずいぞ。かな。
片っぽどこにあるんだろう。よし。おい、誰だ？こんなとこまで上がってきたのは。ダメだった？お前、一人で登ってきたのか？うん。今時のガキにしては珍しく骨があるやつ。骨がある？本当に一人で登ってきたのか？落書きで書かれたようなおっさんやな。だとすると下りはさすがに危ないな。この山は降りる時の方が滑落が多いんだ。谷に落ちることさ。山から降りることだ。骨が折れちゃうってこと？それだけではすまない。危ない時が何度も何度もあった。でもこれが俺の仕事だ。山地図資材を運び上げて今から秋や冬の登山客に備えて